うわー、これは重たいし、めちゃくちゃかっこいいな。いや、レゴってほんと素晴らしいですよね。皆さんこんにちは、ジーショーレゴブルーだ。ヒロイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴアイデアトランスフォーマーオプティマスプライムです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは去年発売されたレゴアイデアです。ちなみに僕の動画では初のレゴアイデアです。はい、外箱はこのようになっていてめちゃくちゃでかいです。この箱の時点でのオプティマスプライムの完成度めちゃめちゃ高いですよね。このオプティマスプライムはめちゃくちゃ欲しかったので作るのがすごい楽しみです。箱の上はこのようになっていて、ハズブロとタカロトミーのロゴがあります。箱の裏側はこのようになっています。このオプティマスプライムは完全変形します。そして付属品もたくさんついております。ちなみに変形合体するレゴロボットは過去にボルトロンがありました。ちなみに僕はボルトロンめちゃくちゃ欲しかったんですけど買えませんでした。まあ一応はパーツを揃えて完品にしようかなとは考えております。こちらのオプティマスプライムは今年のレゴの日に買いました。こちらの定価は 21,800 円で、ピース数は1508ピースです。では開けましょう。いつもは開けるところは飛ばしてるんですけど、今回はせっかくなので開けたいと思います。おお、うわ、いっぱいパーツ入ってるな。よいしょ、では出します。よっと、おお、うわ、いっぱい入ってる。組み立て説明書めっちゃかっこいいな。はい、中にはパーツが入った袋が全部で10個あります。ちょっと一回説明書を見ましょう。中にはシールドシートも入ってました。うわ、この表紙のアメコミ風のタッチめちゃめちゃかっこいいな。バンブルビーとスタースクリームとメガトロンがいます。はい、それではレゴアイデアトランスフォーマーオプティマスプライムを組み立てます。Switches how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you.
blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.組み立てが終わりました。うおほー、めっちゃかっこいい。僕は普段変形合体するレゴロボットをよく作ってるんですけど、これは僕の今までの経験上、レゴロボットを作った時の達成感がめちゃくちゃあってすごく嬉しかったです。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で2時間かかりました。いやーもうすごい長かったです。ちょっとアップで見ましょう。いやーこれすごいかっこいいな。さすが1500ピース使っただけあって、めちゃくちゃ造形が細かくてすごいかっこいいです。いやーやっぱすげーな、レゴ社ってほんとでは今からこちらの付属のシールを貼って完成させます。せーので、完成。トランスフォーマーオプティマスプライムです。はい、完成しました。ちなみにシール貼りなんですけど1分もかかってません。結構大きかったのですごい貼りやすかったです。このオプティマスプライムを作るのにかかった時間は全部で約2時間かかりました。ちょっと手に取ってみるとこんな感じで、うおー重いな。うわーこれは重たいし、めちゃくちゃかっこいいな。あ、ちなみにこのオプティマスプライムなんですけど、1980年代に作られたオプティマスプライムがモデルになっています。昔持ってた人からしたら、いやこれ懐かしいなって思う人結構いると思います。ちなみに後ろから見るとこんな感じです。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部の造形については完全にオプティマスプライムですね。ちなみにこの部分は全部プリントパーツになっています。続いて胴体はこのようになっていて、肩のこの部分はプリントパーツになっています。でこの胴体のハッチがこのように開いて、あー取れちゃった頭部のこの部分はマトリクスと言います。あ、ちなみに言うの忘れてたんですけど、僕トランスフォーマーについてはあんま詳しくないので、ちょっと間違ってるところもあるかもしれませんけど、そこはご了承
ください。はい、そして腰回りはこのようになっていて、この腰回りもねすごいよく作られていて、ヒンジパーツが使われていますので結構自然な感じのオプティマスプライムを再現することができています。ちなみにこの部分はシールになっています。はい、そして下半身はこのようになっていて、下半身のこの部分はシールで、それ以外は全部パーツで色分けされています。そして背面のバックパックはこのようになっています。ではこちらのオプティマスプライムの可動範囲について説明します。このオプティマスプライムはめちゃくちゃ動きます。まず頭部がボールジョイントになってますので、このように回転することができます。続いて腕がこのように一回転します。そして肩幅はこのように可動することができて、肘もこのように可動します。手首はこのように回転して指可動もあります。ちなみに指はこんな感じで一体化になっています。そして変形の恩恵でこのように可動させることができます。続いて腰がこのように可動して、サイドスカートはヒンジでこのように可動します。足はクリックでこのように可動します。続いてこの部分がこのように可動して、でさらに足がボールジョイントでこのように動きます。足首はこのように可動して、つま先も変形の恩恵でこのように可動します。はい、可動範囲を生かしてこのようなポーズを取らせることができます。オプティマスプライム自体が結構でかくて、可動のジョイントとかがすごいしっかりしてますので、このようなポーズも無理なく決まります。いや、レゴってほんと素晴らしいですよね。はい、では付属品について説明します。これがディスプレイプレート、これがイオンブラスター、これがエネルゴンワックス、これが差し替え用のプレートで、でこれがちょっと僕もよくわかんないですけど、まあ一応編集で載せとくんですけど、確かこれエネルギーキューブだったと思います。イオンブラスターの造形めちゃくちゃかっこいいですよね。ちなみにイオンブラスターは変形の関係で持ち手がこのように稼働します。続いてはこちらのエネルゴンアックスです。オレンジ一色に作られていてめちゃくちゃかっこいいです。僕個人的にオプティマスプライムは斧は使ってなかったイメージがあると思うんですよね。80年代のトランスフォーマーでは多分これ頻繁に使われてたんじゃないかなって思います。はい、こちらがディスプレイプレートです。うおー、めっちゃかっこいいな。このオプティマスプライムがちょっとレゴっぽくカクカクしてるところもすごいいいなって思います。ここにまあパラメーターとかが書いているんですけど、ちょっとあんまわかんないな。続いては付属品のイオンブラスターを持たせたいと思います。持たせ方は結構特殊なものになっていて、イオンブラスターのこの部分とオプティマスプライムのこの部分を合わせます。これがちょうどぴったりとはまります。あとはこんな感じで持つようなポーズを取れば、はい、こんな感じです。いや、やっぱオプティマスプライムはブラスター武器がめちゃくちゃ合いますね。続いてはこちらのエネルゴンアックスです。ちなみに持たせる際は手首パーツを取り外して、ヒンジの部分を下まで持っていくと、ちょっと見えづらいんですけど、中に十字ピンの穴がありますので、ここに取り付ければ、はい、こんな感じで武装させることができます。はい、フル装備状態はこんな感じです。はい、それではこのオプティマスプライムをトラック形態にトランスフォームさせます。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。